YZ85 クラス第3戦の決勝レース。それではスターティンググリッドに集まりました。年に一度のお祭り、24台が集まっています。その24台のうち頂点に立つのは誰なのか、スターティンググリッドご紹介をしてまいりましょう。見事この24台の決勝レースポールポジションを獲得したのはゼッケンナンバー11番ラムレーシングウィズアバウトファクトリー中川健太。ここまで今日もパーフェクトでトップキープ、そして2連勝を飾っている中川健太が3連勝をかけてポールポジションからのスタートです。その横2番手からのスタートを迎えるのがゼッケンナンバー15番ジャッカル原田カートクラブ葛西祐希。前回第2戦は幻のトップチェッカーとなりましたが、今日は実力で隣、指定対決中川健太の前でのチェッカーくぐり抜けていきましょう。そして2列目3番手からのスタートとなりますゼッケンナンバー1番原田カートクラブ野田拓司。長年この YZ85 を引っ張ってきている野田拓司、今日は3番手からのスタートです。4番手スタートにはゼッケンナンバー16番玉浦アスレーピーターパン徳永辰巳。先ほどの予選ヒートでは素晴らしいスタートを見せました。この徳永がさあこの決勝レース4番手からスタートでどこまで見せるんでしょう。5番手スタートにはゼッケンナンバー23番ですピーターパン浜川克樹。そして6番手からがゼッケン35番ですピーターパン井出北斗。7番手からのスタートがゼッケン21番の斉藤のぞみ、8番手スタート大山岳、9番手の金子直樹、10番手竹中健一、11番手からは三宅春人、12番手新谷咲香、13番手の岡田康則、須磨和樹、鶴崎良樹、深津隆、山本慎之介、玉前衛門、中西昭久、松本博、小林美光、石山博之、三宅光弘、そして溝手良二とずらりと並ぶ24台が今一周のフォーメーションラップに入っています。そしてフォーメーションラップを終えてこの後オームストレート上スターティンググリッドに再びマシンを戻してきます。先ほどの予選ヒートでも後方は最終コーナーをさらに超える長い列が組まれておりました。さあ再びポールポジションのグリッドに戻ってきました中川健太、そしてその横には葛西祐希。指定対決フロントローを分け合うこの形、後ろからは大ベテラン野田拓司が虎視眈々と狙っていきます。
さあオフィシャルの指示のもと後方のマシンもグリッドが作られます。最終コーナーブリヂストンの看板のあたりまでずらりと並んだ24台。さあ14周の決勝レース、まもなくスタートに向けて後方グリーンフラッグ、そしてシグナル、レッドシグナルが灯ってきた。ブラックアウト、スタートが切られる。まずはポール中川が勢いよく動き出す。さらに予選ヒート同様、徳永が素晴らしいスタートを切ってきた。4番手スタート、徳永一気にここで喝采をかわして2番手まで上がっていきます。さあ24台のスタートが切られました。 YZ85 ですが、1台デッケン22番の三宅がすでに車検場にマシンを戻しました。まずはポールシッター中川健太、その後ろ4番手スタートの徳永がものすごいスタートで2番手に上がっていきます。3番手に喝采、4番手は井出北斗あたりでしょうか。いや、これはゼッケン23番浜川ですね。浜川は4番手で帰ってくる。野田拓司は少し飲まれまして5番手でオープニングラップを終えました。大山岳、斉藤望、井出北斗、金子直樹、竹中健一というトップ10。さらに10歳の新谷咲香が11番手でオープニングラップ帰ってきます。クラス最年少10歳でこのミッションカートを操るサッカー。さあそんな中、この2周目では先頭集団はトップ中川を先頭に徳永、そして喝采というこの3台が4番手の浜川を少しずつ引き離していったか。さあ逆にその浜川に対して野田が2コーナー飛び込んでいきます。ここで4番手が入れ替わる。野田、さらに大山岳も続いてきました。浜川とここで2台、2ポジションドロップ。その後ろ斉藤、井出、この3周目はトップ3、そろそろ等間隔になりながら戻ってきます。それぞれコンマ5秒ずつの間隔、トップ3。さらに4番手争いは野田の後ろ、大山がぴったりと張り付きながらの5コーナー。これで4周目戻ってきまして、ここで4番手の野田拓司がファーストストラップ、7秒775。それでも、浜川までのトップ5は全車自己ベストを更新。大山岳がベスト更新には届きませんでしたが、家北とさらに金子以降も4周目タイムを上げてきます。そろそろそのファーストストラップのペースで先頭集団に届きそうな4番手の野田。さあ一方、その野田に奪われたファーストストラップを奪い返してきたのがトップ中川健太。ここで野田から100分の2秒上回るペース、7秒755でトップ、中川がファーストストで逃げていく。2番手徳永との間隔は1秒差まで広がってきました。
開幕3連勝に向けて、さあ中川健太がここで一気に引き離していく。6周終了、7周目。さあバックストレートの入り口ですか、ゼッケン61ですね、61。中西がバックストレートで止まってしまいそうだ。ゼッケン61、中西がバックストレートで止まった。さあリスタートしていきますが、どうでしょうか、押しがけエンジンかかるのか。さあレース半分を終えてきまして、後半戦、ここでそろそろ2番手争い、徳永の後ろ、葛西が徳永に近づく。さらにその後ろで浜川克樹が5コーナー、野田をパスしていきます。この辺り2番手集団が一気に5台に膨れ上がってきました。あー、少し徳永がちょっと苦しくなってきたんでしょうか。徳永の後ろが大渋滞です。徳永、葛西、浜川、野田、さらに大山岳が5台のタッグ組みながらコントロールライン。8周終了、9周目。この辺りはミッションカート特有、シフトミスがあると一気にペース、ポジションが落ちてしまいます。さあこの狭い最終セクションで、ここでついに徳永をかわしていきました。葛西が2番手に上がるが、2コーナー、まだまだ徳永も諦めない。さらに徳永に続いて浜川克樹も葛西に襲いかかっていく。バトルが始まってきました。2番手争い、葛西も飛び込んでいく。さあここで葛西と徳永がエキサイトし始めてくる中、ベテランの長田コツボの折り返し。さあこの辺りの2番手集団も一気にバトルに入っていきます。それを尻目にトップ中川は悠々自適の一人旅、最終コーナーを立ち上がって、10周終了、11ラップ目。2番手集団は葛西を先頭に、ここで井出北斗まで、8番手井出北斗まで一気に並び、つながってきました。そして5コーナー、斉藤のぞみが野田のインサイド。すでにトップ中川健太は集団となった2番手争いのドライバーたちに4秒7という大きなマージンを築いています。残り3周に入ってきました。残り3周の2番手争いは、葛西を先頭に徳永、浜川、ここの浜川がここまでのファーストストラップです。5番手大山、6番手斉藤、さあその斉藤が大山岳に並びかけたバックストレート、さらにインドワン野田も狙っていくが、その前ではオーバースピードか。葛西の後ろですかね、徳永と、そして浜川が11コーナーオーバーラン、少しラインが膨らんだところ、
一気に飲み込まれました。さあこれで残り2周、トップ中川、2番手葛西が単独、3番手には斉藤のぞみがここで上がってきました。決勝レース終盤残り2周、斉藤が表彰台圏内に上がる。その後ろ4番手争いは大山岳と野田拓司、大山、野田、井出、浜川、そして徳永がポジションを落としてしまっている。あー、そして野田拓司が珍しく最終セクションで回っている。接触があったでしょうか。大山か井出吹とかとバトルをしていた野田拓司でしたが、13コーナーで、止まってしまった。 YZ85 決勝レースはすでにファイナルラップ、トップ中川健太バックストレート、タコツボでは2番手の葛西、3番手斉藤のぞみがその後ろ、4番手大山、5番手浜川、6番手で井出北斗、7番手に徳永。開幕から負けなし中川健太、3連勝を飾ります。そして葛西2番手、斉藤のぞみは3番手、表彰台を飾りました。年に一度の YZ 祭り、24代の頂点に立ったのは中川健太。今シーズンここ水波シリーズの YZ を引っ張るランキングリーダーがやはり強さを見せつけます。